このチャンネルは J3 バンラーレ八戸のホームタウンの飲食店観光地を皆さんにお届けしているチャンネルになります。ぜひ最後までご覧ください。そして応援の気持ちでチャンネル登録をお願いします。こんにちは、バンラーレンタカーの石ちゃんです。カレンです。本日はホーム開幕戦ということで、この V クラスに乗って応援しに行きます。この V クラスは7人乗りなので、県外から来たアウェーの皆さんで乗って会場に行くこともできます。それでは今年初の試合観戦なので楽しんでいきたいと思います。レッツゴー。はい、到着したのでスタジアムに向かっていきたいと思います。調べてみたいと思います。はい、ごめんなさい、ごめんなさい、トラックに謝って、あ、トラックにごめんなさい。はい、ここがバンラーレさんのグッズコーナーとヒュンメルさんのコーナーになるので見ていきたいと思います。バスタオル売ってました。すごい、大きい。これ男性の方でも大丈夫そう。あの、大きいからそう、全身透ける。すごい大きい。でもこんなの買ったら使えなくない？確かに、もったいない。大きいですね。まだいっぱいあるので見てきて。はい、他にも。ごめんなさいね、汚かった。かわいい、巾着袋。ユニフォームの形。かわいい。ワンタくんがいっぱいいる。キュンベルさんのアンセムジャケットが、かっこいい。シンプルで、うん、これベースボールシャツ。がこの前にあるやつです。こっちが食べ物ですね。バンタレある。すごい。カレーもあるんだ。カレーです。リンゴ入りだそうです。青森っぽいね。うん、ジャケットです。バンダーレついてる、ついてる。これも重たい。たくさん買います。このバンダーレの帽子も買います。かっこいいね。はい、マスクをバンダーレのマスクに入れ替えました。次にヒュンメルさんのコーナーを見たいと思います。はい、もたくさんあります。今日は特別にやってるんだと思います。ヒュンメルさんの口には上着がたくさんあります。ジャケットコーナー、ヒュンメルコーナーのものはバンラーレのマークとかが入ってるっていうよりかは本当にヒュンメルさんのもの、ヒュンメルさんの商品が並んでます。カレンさんの好きなピンクもあります。一番最初にね。ピンクかわいい、おしゃれ。今日はヒュンメルさんの抽選会をやってるので、ヒュンメルさんの商品を買うか、このファンクラブ会員証を見せるか、このシーズンパスで1回とヒュンメルのユニフォーム
起きてたら1回ずつできるそうなので、私は2回とカレンさんは3回やっていきます。はい、皆さん、バンラーレ名物のティガーさんです。あ、どうもこんにちは。どうも大抽選会、はい、大抽選会。はい、綺麗なお姉さん、やってみるわ。はい、やってみますか。じゃあ、これをエログの、エログエログ1回回せます、1回、2回回せます。はい、後藤、はい、タオル1年分。はい、もう1回できますよ。はい、お姉ちゃんも一回できますよ。はい、はい、3頭おめでとうございます。3頭、バンタ君の重ねとです。おめでとうございます。はい、お姉ちゃん、はい、1回、2回ですね。アドシュンメレン3回、はい、3回できます。はい、あ、いいマスクつけてますね、かっこいいやつ。はい、どうぞ。はい、はい、1回目です。5頭、タオル1年分。はい、2回目です、どうぞ。はい、2頭おめでとうございます。2頭、ヒュンメルさんのシューズケースです。おめでとうございます。はい、3回目どうぞ。最後、はい、5頭、タオル1年分。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、現在確率変動、特賞確率30分の1まで上がってます。各変、7が3つ各変でございます。はい、黒がいいです。はい、1、2、3、はい、5頭、1回、はい、今抽選会をしてきました。当たったのを紹介します。はい、これがシューズケース。ヒュンメルさん2個入ってるよ。スターラビー返してきますか。アクシデントヒュンメルさんのシューズケースと、あとタオル2回当たりました。そう、タオル5頭が2個。私はバンタ君のカスタネットです。かわいい。あとはカレンさんと同じタオル、タオルいっぱいタオル。今年の新しいアドトラックを見てきます。はい、さっき高島選手にちらっと会ったんですけど、かっこよすぎて惚れちゃいました。こんなね、ちょっと高かったですね。こんなで、あとトラックにはこの試合の日程が書いてあったり、あとスポンサーさんも下についてます。選手がボワーッと一周してきます。伊勢航選手は日本人らしいです。そうなん、あれでしょ、店長が髪の毛やってた人。あー、そういうことか。さっき撮ってた鑑賞法トラックの鑑賞法です。広瀬選手は写真を見た限りの私の一押し選手です。推し。いや、でもさっきちょっとあの高島選手に会っちゃってちょっと変わった心が。スタジアムグルメに向かいます。いつもこっちだけのイメージ。あ、そうなんだ。そう、狼さんです。狼さん。小籠包を買いに行きます。小籠包。レッタカーのお姉さんだ。あ、そうです。美人の二人だ。ありがとうございます。とんでもないです。はい、こちらで小籠包を買ってきます。行きます。はい、ありがとうございます。
今年から初出店のお店です。わたあめとかチーズハットグ、私チーズハットグ食べたいので買いに行きます。私わたあめ食べます。チーズハットグのポテトの方で、はい、あとうさぎのわたあめお願いします。一緒同じで、はい、ちょっとあの綿あめを待ってる間にどて焼きを買いに行きます。私どて焼き食べたことないかもしれないです。どて焼きください。全部買い終わったので何買ったか紹介します。と小籠包と小籠包どて焼き。どうも、金子王子です。王子というのは32歳ですけど、今年よろしくお願いします。遠近法使ってるそうです。あのアウェーのサポーターさんはね、マナレンタカーさんをぜひ使っていただいて、会場まで、ね、来ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。かわいいお二人に囲まれてレディでございます。では、チーズハットグ買いました。あのチーズナンの時あの伸びなかったので、これは絶対伸びさせます。痛い痛い。あとこれうさぎの綿あめ、あの強風でこの耳がおーってなってるんですけど、かわいい。食べましょう。せーの、いただきます。小籠包いただきます。いただきます。冷めちゃった。じゃあ次、どて焼きです。牛すじ煮込みらしいです。いただきます。うまっ。うん、味噌味、味噌煮か。おいしいです。うん、うまっ。食べる？うん、めっちゃうまっ。うん、うまいよね。味めっちゃしっかりする。濃い味。うん、美味しい。あ、これにビールでもいいです。うまい。うん。はい、じゃあご飯食べたのでこのうさぎの綿あめを食べます。ちょっと風で飛ばされてぺちゃんこになっちゃった。うさぎの顔がね、かわいそうになった。ほら、こういう風に耳が取り外しかの。いただきます。うん、甘い。あ、違う。え、なんかの。甘いんだけど。え、なんかあのなんかの味がするの。じゃあ味違うか違うの食べて。あ、そっか。じゃあ今度青い方にしよう。絶対一緒だと思います。嘘。あ、こっちブルーハワイみたいなですね。こっち多分じゃあイチゴだ。絶対イチゴだ。絶対イチゴだ。いや、私リボン食べたいです。黄色好きなんで。え、これでもリボンは串がついてない。ついてないかな。きちゃんリボン。あ、じゃあこれも。あ、いいねいいね。リボンなくなった。え、このさ、目って食べれるのかな。え、食べれなくないですか。紙だ。かじった。食べれません。食べれません。残念。え、黄色バナナの味する。え、ほら、やっぱさ、あ、本当だ。いいですよね。うん、バナナの味がする。いいですか。よければちょっとバンラーレの応援を一言お願いします。はい。アトミさんの今日開幕戦ですけれども、はい、どんな気持ちでここまで来ましたか。あ、はい、あの初めてサッカーの観戦するのでワクワクしています。
誰か応援してる選手いますか？あ、秋吉選手です。秋吉選手にはどんなプレー期待してますか？あ、もうぜひとも勝ってほしいですね、はい、初めての応援のことなんですけど、はい、どんな風に応援したいとかありますか？元気よく応援します。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちなみに失礼なんですけど、はい、5年で何十代からだけお伺いしたいんですか？20代で、はい、はい、ありがとうございます。はい、ではお願いします。はい、じゃあ今日はいよいよホーム開幕戦ということなんですけれども、はい、今日はどんな気持ちで今いらっしゃいますか？バンラーレの試合を見るのが久しぶりなので楽しみにしていました。ちなみにどれぐらいぶりなんですか？2年ぶりぐらいです。注目している選手とかありますか？三山翔一選手です。バンラルの選手たちも今日どんなプレーを期待してますか？攻撃的な、積極的なプレーを見たいです。スタジアムではどんな応援を期待でしょうか？今スタジアムグルメを食べたのでもう元気いっぱいです。ありがとうございます。バッチです。ありがとうございました。はい、今ちょっと試合始まったんですけどまだ入れてない状態です。今年はかなり行列で持ち物検査かなやってなかなか入れません。今日はプライフーズさんからサラダチキンがもらえるそうなのでちょっと楽しみです。今やっと入れたので早速応援席の方に行きたいと思います。すごい、絶対ソックスも色変わった、うん、黄緑綺麗。ちょっと動画だと映せないのでご想像で。はい、ゴール裏で応援していきます。はい、今ハーフタイム中なんですけど今が1対0で勝ってますね。はい、はい、誰でしたっけ？7番7番中村太一選手、中村選手がヘディングで決めたんですよね。かっこよかったです。ちょっと私目そらして見てなかったんですけど、あの画面で見れたのでよかったです。でも結構押してます。なんていうの、あっちの相手のコートでずっと、ね、ボール動いてるからちょっと期待大じゃないですかね。後半は自分たちの方にシュート来るので顔 見やすいから楽しみです。楽しみ。カレンさんはずっと秋吉選手見てました。あの横の方でアップしてたんですけど、でなんかやっぱね、なんか生で見ると超かっこいい。そうなんですよ、写真より生の方が全然みんないろんな人かっこよい。もうかっこよい。伊勢選手がすごい試合中カットしてて、もういい、なんていうの、ちょうどいい時にカットするからすごいなって思いました。すごいね、ゴール前でもヘディングで何回もガードしたおーおーってなってた。あとあの新しい新加入選手のあの佐々木選手がちょっとすごいかっこよかったです。相田選手アップしてたんですよ横で。惜しい。相田選手惜しい。ちょっと出てほしいです ね後半ね、後半も見たい。頑張ってもらいたい。楽しみにしたいと思います。はい、はい、試合が終わりました。1対0で勝利です。イエーイ。勝ちました。初ホーム戦の初勝利、嬉しいです ねいい流れになるんじゃないですか今年は。ちょっと私は初めてバンラーレの試合見に来たんですけど、もうあの虜ですね。ファンになったそうです。大ファンですね。やっぱサッカーの観戦は面白かったです。久しぶりに来たんですけど楽しかったですね。最後黒石選手と近石選手に手振ったらちゃんと返してくれたので嬉しかった。また来たいと思います。また来たいですね。はい、本日も動画を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録まだされてない方はぜひチャンネル登録お願いします。他にも皆さんのためになる動画がたくさん上がっておりますので、またそちらの動画でお会いしましょう。はい。